こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。中キレでは中からキレになる情報を発信してまいります。今日のお題はスルー力でメンタルガス抜きという話題でお伝えをしたいと思います。心の断捨離とも言えると思うんですけれども、今の人はたくさんのストレスを抱えていると思うんですね。でもそのストレスの原因っていうのは実は自分の中にあったりするんです。自分がその状況に自分を追い込んでしまっているということなんです。それに気づくだけでも随分変わってくるのかなという気がしています。そうは言っても自分のせいではなくて、周りがこうでこうでこうだからがんじがらめになって自分ではどうすることもできないんだっていう方もいらっしゃるかと思います。でもがんじがらめにしているのは自分なんだというその状況に気づくということができるだけでも随分変わってくるのではないかなと思っています。で、今回は少しでも心のガス抜きをしてちょっとホッとしていただくためにスルー力ということについてお伝えしたいと思います。スルー力でメンタルのガス抜き、今日お伝えしたいポイント3つあります。1つ目、気にしすぎない。2つ目、距離を置く。3つ目、人のことを言わない。以上3点についてお伝えします。1つ目、気にしすぎない。どうしても気になっちゃうっていう人はなるべくもう気にしないように、それがまさにスルー力なんですけれども、人が言うことをいちいち気にして真に受けていても良くないんですね。で、人の言うことが気になるのはもちろんわかるんですけれども、自分がよく見られたいとかみんなに好かれたいとかそういう気持ちから来ると思うんです。でも万人から好かれるっていうのはありえないんですよ。どんな人気のあるスターの方でも万人に受けてるわけではないんですね。なのでもう万人に受けることを諦めてですね、自分が好きな人、自分のことを好きと言ってくれる人だけに囲まれて生きていけばいいやぐらいな気持ちでいると随分心が楽になるんじゃないかなと思います。いっかって思えるっていうのがすごく大事なのかなと私は思っています。もうしょうがないです。ある程度頑張っても、自分の気持ちが通じなかったりってことはもう人間全員違うのでありえますので、自分がある程度まで頑張ってももう無理だって思ったら、しょうがないや、こういうこともあるやって思えるところ、頑張りすぎないっていうところで、それはそれで置いとこうっていう風にできる気持ちっていうのが大事なのかなと思います。2つ目、距離を置くということです。自分がそのストレスを感じたりとか、もう無理だなって思った時にですね、距離を置くんです。その距離を置かずにどうやってうまくやっていこうかっていうことを考えるのではなくて、相手を変えることは無理なので距離を置くしかないんですよ。自分が健全に生きていくためには距離を置く。本当に毎日会わざるを得ない人であっても距離って置けると思うんですね。もし毎日会わざるを得ない人でなければですね、もう完全に物理的に距離を置けると思うんですよ。自分の波動に合わない人とか、合わない場所、合わないものとかに囲まれていると、もうその感覚が麻痺してしまっているかもしれないんですけれども、それをちゃんとこう研ぎ澄まして、自分の感覚に正直になるためには、一人で無になる時間とかそういうのを設けるようにするのがもちろんベストなんですけれども、それ以前にですね、ちょっと自分があまりにも疲れちゃってるとかストレスを感じてるっていう場合には、もう手っ取り早く距離を置く。で、距離を置いたら悪いんじゃないかとか、そういうことを感じることもあるかもしれないんですけれども、それは仕方がないことなので、自分でそこを割り切るってところが大事なのかなと思います。3つ目、人のことをとやかく言わないということです。スルーするだけでいいんですよ。関わらないっていうことだけで十分で、そこで自分が合わない人とかですね、この人ちょっと無理だなって思う人のことについて、その人の前では言わないと思うんですけど、悪口とか嫌味とかそういうことを言わないっていうことなんですね。それすごく大事で、もちろん感じてることはあるとは思うんですけれども、それを言ってしまったら言葉っていうのは戻せないので、あの人はこういうことを言ったっていう事実になってしまうんですよね。なので、それは言わない、心の中に留めておく、そして流す。
全て自分の中で流していく、スルーしていくっていう、そのスルー力。前に鈍感力っていう渡辺淳一さんの本を私この YouTube で紹介しているんですけど、鈍感力とスルー力は本当に似ているものなので、ぜひそちらの動画もご覧いただければと思います。概要欄にリンクを貼っておきます。心を健全に保つスルー力について今日はお伝えいたしました。今日のまとめです。スルー力でメンタルのガス抜き、今日お伝えしたいポイント3つありました。1つ目、気にしすぎない。2つ目、距離を置く。3つ目、悪口を言わない。以上3点についてお伝えいたしました。皆様いかがでしたでしょうか。私もだいぶこれできるようになってきたんですけれども、昔はなかなかできませんでした。いろんな人の目を気にしたりとか、まあそういうのがもともと少ない方ではあるんですけれども、それでもやっぱりそういうのを気にしたり今よりもしていた時期がありました。なるべく気にしないでスルーするっていう風に、まあいっかって思えるようになるとですね、メンタルが健全になりますし、自分で自分をこうコントロールもしやすくなるんですよね。嫌なことがあったりとかしても、それ人だけに限らずね、嫌な出来事とかあったりすると思うんですよ。なのでそういう時に自分で自分を切り替えていくっていう、必ず人生にはいいことばっかりじゃありませんので、そういう時に自分で健全に保っていくかっていう、このこう手段なのかなと思うので、今日はお伝えいたしました。今日の総まとめです。スルー力を身につけて、まあいっかと思える自分を作って、メンタルを健全に保ってガス抜きをして、みんなで長きれになれたら嬉しいですね。今日は以上になります。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の YouTube でお会いいたしましょう。